はい、皆さんこんにちは、フラワーツ初心です。今日はね、こちらのピンクアナベルの剪定と挿し木をしていきたいと思います。これ今日はガーデンセンターに行ったら、このアナベルがこのような状態で、置いてあって、まあ、大体こう半額セールとかになってるんですけど、ちょっとね、こう花はついてるんですけど、こうやって、ね、折れちゃったりとかしてて、今ね、まだ水は下がってないんですけどね、こうやってバキッと折れた状態のところがいっぱいあって、すごくこうかわいそうな状態だったんで、連れてきました。でこの子ね、ほんとこう剪定してあげて、挿し木してあげたら、もうこの親株もものすごい花も咲くし、この挿し木したね、この子たちもついてね、これからどんどん花を咲かせていくんで、まあ、このままね、あそこに放置されてるともう本当にダメになってしまうんで、ちょっとかわいそうなんで、この子を連れてきて、この子を復活プラスどんどん増やしていきたいと思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、始めていきます。今見たようにこういうところでね、こう折れちゃってるの分かりますかね。ちょっとね、管理がやっぱりね、悪いんですよね。悪いからこういう風に折れてしまったりしていて、まあこの添え木はね、急遽つけたんでしょうね。結構こうぶった切られた感じの、あれがついてますもんね。ではですね、早速この子の剪定と、挿し木をやっていきたいと思います。作っていこう。はい、まずね、とりあえずこう折れてしまってるやつは、ここの折れてるところで一回切りますね。切って、この折れてるここの部分、見えますかね。折れてるこの部分のこの上のところからね、で切ります。で、葉っぱを取って、これで水つけときますね、しばらくね。これ全部折れてるところ同じです。切ったら葉っぱを取って、まあできればこう斜めに切ってね、水つけときましょう。結構折れてるな。もうこう折れてるのは絶対ダメなんで。ただね、水下がってなくてよかった。今まだ少しこう葉っぱとかね、水ついちゃってますけど、とりあえずね、すぐこうやって水につけといてあげましょう。はい、だいたい今折れてるところはこんな感じなんですけど、もうこれね、ここまでこう細い茎で伸びちゃってると、これをこの子はね、一回強剪定をしてあげた方がいいんですね。特にこのアノベル、アメリカアジサイなんで、日本の紫陽花と違ってね、いつでも剪定できるんですよ。ですね。今年もね、まだね、これ咲く可能性はありますので、とりあえずこの支柱取っちゃって、で、この子も綺麗に咲かしてあげましょうね。そしたら、このね、もうね、だいたい見えますか？この子だったら、この下からまあ、二節、とか三節とか言われてますけど、まあこうやってね、茎がもうプラーンとしてしまってるところの、ちょっとこうしっかりしたところありますよね。しっかりしたところの上あたりで、で特にここにね、ここに脇芽ついてるの分かります？この脇芽の上で切るといいですね。はい、これも斜めにカットしておきましょうね。で葉っぱを取って水つけておきます。もう全体的にここもこうプラーンとなってるところの、ここに脇芽が出てるんで、ここの上でカット、葉っぱも取ってあげて水つけておきましょうね。あとですね、挿し木にできるやつは挿し木にします。脇芽が出てるんで、ここでカット、ここでカット、
構ホームセンターがガーデンセンターか、ガーデンセンターひどい状態ですね。かなりね、多分放置されてたんでしょうね。はい、この感じで、これはね、1位にちょっと今咲いたばっかのアナベルなので、この子とこの子は取っときます。これでね、もう大丈夫です。はい、これで、まあ、ここは、この子がですね、もう少し花が咲いたらここでカットすれば、これで樹形がね、整ったので、ここからまたね、新しい花が咲いてきます。はい、こちらで剪定が終わりました。まあ、今回はね、結構バッサリと強剪定というね、感じで、剪定をしました。普通のアジサイ、これアメリカアジサイなんですけど、普通のアジサイを剪定する場合は、弱剪定、ちょっと花芽だけをね、こうやって剪定し、花芽の下あたりをこうやって剪定していくって方法を、取っていくんですけれども、このね、強剪定、アメリカアジサイの場合は、強手剪定をしても全然こう花がねすぐ出てくるんで大丈夫です。普通のアジサイの場合は強剪定すると次の年にねお花が咲かなくなってしまったりすることがあるので、気をつけてください。で、この強剪定をした時の、まあ、メリットとデメリットっていうのがあるんですけど、メリットはですね、お花が大きくなります。あと新しい芽が同じところから同じような高さで出てくるので、さっきみたいにこう咲き乱れた感じではなくて樹形が整えますね。ちゃんとしっかりとした芽で樹形が整えます。これがメリットです。まあ、デメリットとしては、まあ、この花芽というかね、枝をいっぱい出しておくよりは花数が少なくなります。それがデメリットです。ただメリットは花が大きくなる、ね、デメリットは花数が少なくなるということですね。そのあたりがデメリットとメリットです。まあ、そのあたりね、ご自身のこのなんだろうな、このアジサイが育っていく姿をどのようにしたいかで選択してみてください。まあ、あとは少しね追肥をしてあげればいいでしょうね。多分ね、鉢の大きさはね、今のところ今年あたりは多分大丈夫ですね、このまんまで。来年あたりはもう一回り大きい鉢に植え替えた方がいいと思いますけど、まあ、さらにね、この時点でもっと大きい鉢に植え替えておいてあげれば、まあ、次の年とかにね、植え替える手間が一つ省けるとは思います。で、追肥はですね、やはりこう、リン酸系の肥料、強い肥料がいいと思いますので、僕はマガンプ系をあげたいと思います。はい。ではね、これから、このピンクアナベルの挿し木を、皆さんに教えたいと思います。で、いってみましょう。はい、まずね、このような鉢を用意します。そしたらね、いつもこの間の挿し木と同じように、軽石をね、入れていきます。軽石ね。はい、大体軽石3分の1ぐらいこのように入れました。そしたら今度は培養土を入れます。はい、培養土がこのように入りました。この時ね、培養土をぎゅうぎゅうね、こうやってぎゅうぎゅうと押し込まないでください。さらっと入れます。はい、こちらが先ほどカットしたアナベルのお花です。残りはね、後でちょっと、他のものに使いたいと思います。でこれね、このようになっていたらですね、まあ、ここにとか両方に花芽があるので、まあ、一応ここの花の部分をカットしますね。このようにこれはまた後で使います。皆さんにお見せします。そしたら、まあ、ここのね、ここからはスピード勝負なんです。
で、いつも言うようにここの下のね、アジサイの下の部分をですね、ナイフとかカッターナイフで斜めにこうカット、ハサミでミスカットしてあげて、カットしたら土に刺しますよ。はい。このように土に刺します。そしたら、この残りのも同じように、斜めにカットして土に刺します。これでね、大丈夫ですけど、このね、下の方の葉っぱって少しね、ポロッと取れちゃうやつがあるんですよ。だから少しね、多めに刺しておいて大丈夫です。これで、もう、つきますので、これでお水をあげます。でね、根っこがつくまでは、少し水は多めにあげます。水を切らさないようにあげます。多めにというか切らさないようにあげます。最初はこの土のね、下から、鉢の下からね、お水が出るぐらいあげます。はい、今出てきましたね。これで OK です。はい。そしたらこのまんまで育ちますので、このまんまこの子も観察していきましょう。この下の方の葉っぱとかはね、ポロッと取れるやつがあるんで、少し葉っぱ多めに今ついてますけど、まあ一つの株に4枚ついてるのとかもあるのでね、まあ2枚くらいでもいいんですけど、これはね、このまんまにしておきます。はい。ではこのまんま経過観察をしていきます。もうこれでね、ついちゃいますんで大丈夫です。文献によるとですね、これ前のアジサイの時も言いましたけど、最初はこのね、養分のない土に植えて、アジサイの根っこを生やして、それからこういう培養土に植え替えてくださいというふうにね、文献には書かれてますが、もうアメリカアジサイも、普通のアジサイも、もう普通にこのカットしてから、時間を経てないですぐにこう鉢に刺してあげて、すぐにもう水をあげれば、もうほとんどこれでつきます。なので、はもちろんね、これダメになっちゃう日もあるんですけど、養分のない土で育てたアジサイでもダメになるものはダメになります。なのでダメになる確率はほとんど変わらないです。なのでこのようにやってみてください。はい、以上でこのアナベルの剪定と挿し木の方法を終わりにしたいと思います。まあ、今回はね、このガーデンセンターでね、見つけたこうアナベルがありましたので、まあ、そちらはね、ちょっとあまりにちょっと本当にこう、もう剪定してあげないとすごくかわいそうな感じだったんで、剪定して挿し木にして増やしました。皆さんのね、ところにあるアナベルももしね、こういう状態になっていたらすぐに剪定してあげてください。またね、今ね、こうやって伸び放題伸びてるアナベルとかありましたら、まあ、アメリカ自体は本当にこうバサバサ切っていっても全然問題ないので、切り戻してあげて、こう花はね、たくさんつけるようにしましょう。で、またね、挿し木もしてどんどん増やしていきましょう。はい。ではね、今日はこちらで終わりにしたいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録してくださる方がたくさん増えてきて、とても励みになっております。なのでまた、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではね、また皆さんに有益な情報をどんどんお伝えしていきたいと思いますので、また次の動画も楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。あ、先ほど切った先ほど切ったね、このアナベルのお花で、アナベルリースを作りたいと思います。そちらもまた動画でアップしますので、そちらも楽しみにしていてください。アナベルリース、このままドライフラワーにもなるので、もう二度楽しいですね。はい。ではそちらも楽しみにしていてください。ではまた。